はい、こんにちは、レトスの小野です。3月28日の3問に入っていきます。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、 A は無権代理人であった。このことを C が知っていた場合でも、 C は B に対し追認をするかどうか格闘すべき旨催告することができ、B が格闘しないときは B は追認したものとみなされる、丸か×かという問題です。考えたい方は一度動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×です。まず問題文の状況としては、 B が本人、 A は無権代理人、 C は相手方という状況です。そして相手方 C は知っていたと書いてありますね。これ知っていたっていうのはこのことを知っていたってことなので、 A が無権代理人であることを知っていたということですね。つまり悪意だということになります。で、まず一つ目頭に入れていただきたいのは、相手方 C が善意悪意に関わらず催告権は持っています。つまりこの相手方 C は B 本人に対して追認するかどうか格闘すべき旨の催告をすることができるんですね。まあ、つまり追認しますかしませんかっていうふうに相手方 C が本人 B に対して尋ねることができるっていうことですね。まあ、尋ねる権利があると、まあ、いうことが丸一の内容です。で、それに対して本人 B が格闘しないとき、つまり答えなかったと、追認するかしないかを答えなかったときどうなるかというと、これは追認拒絶したものとみなされます。したがって今回の問題を見ると、追認したものとみなされるって書いてありますね。これは誤りですね。追認したものではなくて、追認を拒絶したものとみなされるんですよ。つまり追認しなかったっていうことになるという話なんですね。したがって本問は誤りとなります。それでは問2です。保証協会に加入している宅地建物取引業者 A は、保証協会から弁済業務保証金の還付にかかる還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の還付充当金を供託所に供託しなければならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ×ですね。保証協会の社員が還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないといけないんですね。今回の問題っていうのは、供託所に供託しなければならないとなっているので誤りです。社員は直接供託所に供託するわけではありませんので注意しましょう。で、今回の問題間違えた場合、理解学習ができていない証拠なんですね。まあ、単にボンミスで済ませてしまいそうなんですけども、これはボンミスではないんです。保証協会の還付に関して理解できていないから間違えてるんですね。自分が理解学習できていると思っていても、できていない方が実はほとんどなんです。非常に多いんですね、そういう方。理解学習ができていると勘違いして勉強を続けたとしても、試験前になっても実力が上がってこないです。模試の点数は上がってくるんですよ。模試の点数が上がってくるので、本当に試験するまでわからない方が非常に多いんですね。なんで模試の点数上がるかっていうと、模試も基本的には過去問をちょっと変えたぐらいなので、丸暗記学習をしてても点数上がっちゃう。点数取れちゃうんですよ。で、一方本試験っていうのはちゃんと理解していないと得点できない。で、結果として本試験で初めて自分自身が理解学習ができていなかったってことに気づくんですね。なので、いち早く気づいて理解学習に変えるっていうことが非常に重要なんで、この問題で理解学習ができているかどうかを確認していただくのもいいと思います。で、問3ですね。建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を全面道路とみなして容積率を算定する、丸か×かという問題です。これは丸ですね。計画道路っていうのは都市計画によって定められる新たに作る道路なんですね。で、まだ道路にはなってないんですよ。まだ工事は終わってないってことですね。今後道路になるというものです。で、そして特定行政庁、まあ、知事とか市長ですよね、が許可をしたのであれば、この計画道路を全面道路として容積率を計算することができます。したがって本問は正しいです。まあ、これイメージとしてはですね、計画道路って比較的広い道路になるんですよ。なので計画道路を
全面道路とすることによって、幅員が、いわゆる道路の幅が広くなるわけなんですね。で、結果として容積率も大きくなるわけなので、工事前、狭い道路の時よりも大きな道路になるわけだから、大きな建物を建てることができますよっていう話なんですね。まあ、そこまでイメージできなかったとしても、まあ、計画道路については、まあ、これからね、新しく作る道路だから、その道路を全面道路として容積率計算できるよう、これをそのまま、覚えていただいても問題ございません。宅建の勉強していて難しいな、何言ってんのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社ルトスの個別指導をご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社ルトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。